アリスエ製造5月22日から1992年2月14日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。北海道出身。アリスエ孫太郎の長男として生まれる。上川中学、仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1917年5月、陸軍士官学校を優等で卒業し、恩師の銀時計を受けた。 同期には、河村サブオ、後藤光蔵稲田正澄鎌田千一、ぬかたひろし、小松光彦、佐藤健良、寺田正夫など昭和の陸軍を牽引した将軍を多く輩出している。旭川に永住する、不評、第25連隊府として、シベリアへ出征する。1924年11月、陸軍大学校も優等で卒業し、恩師の軍刀を受けた。 1931年には、不評第五連帯大隊長を最年少で務めている。この時、同僚の大隊長として七木先輩にあたる合沢・は、郎ブロ評少フ佐と知り合う。1932年、荒木貞夫中将が、陸軍大臣に就任すると、その陸軍省副官兼陸将秘書官に就任する。以降、林千十郎陸将と二代に渡り秘書官を務めた。 1935年8月、陸軍省軍務局勤務となったアリスエは、相沢三郎不評中佐が陸軍省軍務局長、長田鉄山少将を白中に残殺するに遭遇する。2.26事件以後の軍内部でのいわば下国城の風潮が強まる中、陸軍省軍務課長時代に安倍内閣の実質的成立者であったと言われる。戦後は、 ソ連や中国の動向を注視していた占領軍の諜報部参謀第2部 G2 との関係を急速に深めアリスへの働きかけにより大本営の参謀たちは諜報部に次々とスカウトされていった彼らは諜報部の移行を受けてソ連や中国などへのスパイ活動に従事し先犯となることを回避した出典、日本陸海軍総合辞典第2班 10ページありがとうございます。